はい、どうもおはようございます、ベルプリです。今日はねアルファード最後の日です。まあ、ご覧の通りねちょっとね台風で雨が降ってるんですけれども、最終日ねちょっと洗車しようと思ったんですが、洗ってもねちょっと意味なさそうなんでね、ちょっとね諦めました。というわけで今回はねちょっと最後のアルファードをね動画でご紹介していこうかなと思います。購入から約1年2ヶ月ほど乗ってきたんですけれども、特にね、擦るとかぶっけるとかはねありませんでしたね。ただちょっと気になったのはねタイヤなんですよね。ちょっと減りが早かったんじゃないかな、気持ちそんな気がします。なんとなくなんですけどね、特にフロントの方、そうローテーション確かねしてないんですよね。この5000キロちょっと走ってる間なんですけれどもね、フロントの方がリアよりも若干減ってたんじゃないかなっていう、そんな感じはします。車内の方なんですけれども、あ、これ傘あるんですが、車の売却した後に歩って帰ってこなきゃならないんで、雨ですからね傘積んでおかないとってことで傘だけ、乗せてます。あとはね外せるもの全部外しましたね。この辺にマット引いたりとか、あとはドリンクホルダーのとこですね、サポートグッズつけてたんですけど、そういうの外したりとか、あとはこちらちょっとね跡ついちゃってますけど、アンブレラフックですね、それがついてた跡がここにあります。あとこの辺にねフックとかなんかつけてたのをみんな外して、あとはテーブルですね、セカンドシートの後ろ使うことはなかったんですけど、ちょっと試しにってことでつけてたんですけど、そのテーブルですね、そのテーブルも外して、後ろのサードフックも外してですね、自分で取り付けたものはね全て外したんですけれども、こちらのねビートソニック、これですね、このビートソニックと、あとドラレコ兼 Wi-Fi のこの NP1 はねそのままつけてあります。今リアの方はねこんな感じになってます。普段ね跳ね上げてるんですけど、今日はちょっと下げてみました。めったに見ないうちでは光景ですね。使ってないのであまり後ろの方はね汚れてない感じです。この光景も本当最後ですね。運転席、助手席周りなんですけど、この辺につけてたスマホホルダーですね、こことあとここのやつも外しました。特にね傷にはなってないですし、跡もついてないですね。で車の、最終、まあ、これからまたちょっと走るんですけどね、今の状態ですと、走行距離5433キロで、リセット間平均燃費がなんと 5.6 というね、まあ、今までで一番低い数値が出ましたね。これ本当高速をほぼ使ってないからです。多分ね高速の区間って100キロも走ってないと思いますね。まあ、それぐらい走ってないんで、まあ、ETC はねつけなくてもよかったなっていう感じですね。本当にこれは無駄でしたね。本当に売却する前にアルファードとのラストランっていうのは今回、まあ、それらしいことはねちょっとやらなかったですね。ベルファイアの時はそう売るちょっと前に神奈川県の江ノ島の方にね行ってきて、まあ、観光ついでみたいな感じでね行ってきたんですけれどもね、まあ、今回なんかそういう感じではなかったので、そうただ最後ね家族で前橋の方にねちょっと3人でね日曜日行ってきました。なんか子供がちょっと模型屋行きたいって、まあ私も目的があったんでね、家族3人で、まあちょっと大きめのね、プラモデル屋があったんで、そこに行って、最後、ビッグドンキーでね、ハンバーグ食って帰ってきた。まあそれがラストランですかね、アルファードでのね。まあビッグドンキーなんか値段上がってたんでびっくりしたんですけどね、本当にビッグドンキーになってしまいましたね。唯一、アルファードのね、弱点を言うんであれば、そう、狭い、路地と駐車場ぐらいじゃないですかね。まあ、それ以外はね特に欠点のあるところはねないと思います。まあ、燃費も確かにね先ほど、ご覧になった通り
まあ、こんな数字でね、今ガソリン高なんですけれどもね、まあ、うちの場合は年間でのね走る距離が非常に少ないので、特にねガソリンはそう気にするレベルではないですね。まあ、これもっと市街地走行だけだとねこんな数字になるよってとこなんですけど、郊外走るとねもっと伸びますから、ちょっとこれはね極端な例かなと思います。今回あれですね、売却アルファードをね選択したんですけれども、ジムニーのね JB64 の方をね選択するっていうのも一応手段としてはあったんですが、まあ、私個人のねまあいろいろと判断というか思うところがあって、とりあえずっていうわけじゃないんですけど、まあ、このね30後期をね出しておこうかなと。まあ、リセールもね良かったっていうところですね。ジムニーの方はちょっとね残念ながら、まあ、車両本体価格よりはね全然あの金額が上だったんですけれども、ちょっとお金かけちゃってたんで、まあ、若干マイナスだったかなっていうのもねあるんですけれどもね、まあ、ただ後々ちょっとねドスンとね価格が落ちてしまうようなことがあると、そう半年先なんてことはね全然わかんないですからね、 1,2 ヶ月先だって危ない、まあ、こんなご時世ですから、まあ、とりあえずね確定だけさせとこうかなっていうところですね。まあ、時期にシエラも来ますし、そうまたそう、シエラかJB64 どちらかはね売却してまたねミニバンに、しようかなとはね思ってます。では一旦家に帰ってから売却先であるね、自動交代 S さんの方に向かって、そこで最後のね撮影をしようかなと思います。今無事に自動交代 S さんの店舗の駐車場に到着しました。最終的な走行距離の方なんですけれども、5440キロでの、売却になりますね。必要な書類もすべて揃ってます、契約書みたいなやつと、あと印鑑証明、そして実印と認め印、あと運転免許証などなどね、すべて持ってきました。あと車検証とかですね。これから、売却の方にね、行ってきます。無事売却の方はね完了しました。車の方も特に問題ないということですのでね、いろいろな書類にサイン、ハンコをして、売買契約書の方をね、交わしてきました。今こちらに持ってるんですけれどもね、なんか雨、台風だったことだったんで、あの傘持ってきたんですけど必要なかったっすね。いやなんかちょっとね寂しい感じがするんですけれども、まあ、自分でね、決めたことなんでこれはもうしょうがないですね。今後ちょっとねアルファードに関する動画はちょっと撮れなくなってしまうんですけれども、またね新型40系に縁があればね、そちらの方も撮っていきたいと思いますので、気になる方いらっしゃいましたらチャンネル登録の方ポチッとよろしくお願いいたします。あとリクエスト、ご質問等ございましたらお気軽にコメント欄の方にお書きください。では最後までご視聴いただきありがとうございました。ベルプリでした。ではまた次回の動画でお会いしましょう。